エリシウム平原は火星の赤道付近にある広大な平原。中心座標は北緯3度00分統計154度42分、北緯3.0度統計154.7度、3.0154.7付近でエリシウム地域からアイオリス地域にかけて広がっている。平原の北方にはエリシウム山東からなる火山地帯が存在しており、この火山地域は タルシスに次いで、火星で2番目に大きい。エリシウム平原にはいくつかのクレーターが存在している。大きなものでは、エディロッカー、トンボウがある。平原にはまたエリシウムサミア・ルボルトロスといった大きな火山に、アサバスカ峡谷と呼ばれる火星で最も若いかも、しれない峡谷が存在する。平原の東側には、オルクスパテラと呼ばれる細長い窪地がある。年に、 火星探査機マーズエクスプレスが、エリシウム平原の北緯5度統計150度、北緯5度統計150度、550付近を撮影した写真により、この地域に灰に覆われた水の氷が存在する可能性が示されている。氷は水系で 8900km 0 0の領域に4 5メートルの深さで存在していると見られており、これは地球の北海に匹敵する領域と深さである。 この氷は200万年から1000万年前にケルベルス地高体から溢れ出た水が残ったものだと考えられている。エリシウム平原の地表は湖に浮かんだ割れた氷のようなプレートに分割されている。クレーターによる玄武岩質の溶岩がゆっくり固まった形跡との比較からこれらのプレートが100万年より古いものであることがわかる。 エリシウム平原南端に位置するゲールクレーターには2012年に火星探査機キュリオシティが着陸している。また2018年11月には探査機インサイトがエリシウム平原内に着陸。搭載している地震計により火星の地震などを観測している。ありがとうございます。